阪神伊藤将司、自己ワースト7失点 KO、 ボールが高く修正できなかった。 DeNA11、 旧阪神11日、横浜阪神の伊藤将司投手が自己ワースト7失点で KO された。4回に3で降板、不安定な投球で今季3勝目を逃し、ボールが高く修正できなかったと振り返った。9点の援護も生かせず、たくさん点を取ってくれた状況だったのにゲームを作ることができなかったと悔しさをにじませていた。9点援護もらって7失点、5回もまともに投げきれない投手とか擁護のしょうがないですね。エゴメン待って、まさし7失点、近本さんの満塁ホームランしか見てなかった。え、たまに打線が点を取ったと思ったら野球って難しいね。まさし7失点はさすがにローテ外されそう。どう考えても調子良くない中で満塁でも投げさせて7失点なんやから、さすがにリーズリーと変わるやろ。毎回打たれ好きだわ、今年はほんと精彩を欠いてるわな。7失点とか青柳のがマシさん。まさしの7失点とか初レベルなのでは。いや、空打たれたいはザキも悪いけど、一番悪いんは守備と7失点したいとマサやろ。初回からというか、糸マサ今年はオープン戦の頃からずっとボール高いんよね。今日に関しては先発が伊藤マサでなければ勝ってたという負け方なんで、再現性は少ないだろうという意味ではそこまで引きずってない。この間の門別での負けと同じで、近本に満塁ホームラン、7点差そら勝ったと思う。これが野球の恐ろしいところ、伊藤将司はちょっと外れた方がいい。言うほど今日の負けは采配云々関係あるか。スタメン野手は9点取ってるし、投手起用もこんなもんちゃうの。伊藤将といは先に尽きると思うけどな。伊藤将2軍調整で B3 昇格やらな、あまりにもパッとしなさすぎる。 B3 楽しみやし、まあええわ。伊藤将が勢いを向こうに渡してしまったのが全てだったと思うね。横浜は油断も隙もない。っていうか、読売が勝ったら2位に落ちるよ。どうするの？2軍調整やら。 B3 待ったなし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。